さあこんばんは、山城と申します。さあ恵方巻き徹底調査シリーズ2023、コンビニ編だったっけの第4回、今日は、4強のね、一つ、ミニストップかね、見ていこうと思います。これでラストになりますね、ということでございます。ミニストップがイオングループになったところでございますけど、さあこのところはね、どんな感じのものを持ってきているのか、このあたりもね、もう各3社のね、魅力見てもらってから来るとね、またね、ちょっといろいろと面白いところがあると思います。というかね、多分ここはね、ミニストップさんが悪いんじゃないです。4本電キャでポン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 って撮って喋ってるんで、もう喋ることがあんまり残ってない、という中でね、やってきますので、多分短めになると思いますんで、他のところで撮ってたら、100もっていうのが多分便利になってくるかなと思いますので、よろしくお願いいたしますよ。よろしくお願いしますよ。それだ。皮巻きですね。もうカットできねえじゃん、喋っとったから。まずいのがあった時、編集の時カットしないんですよね。これ連続でこうやって喋ってるとカットする場所がないんで、ね、ダメなんですよね。カットの必要がないですからね。帰れなくてもね、波形見ながら私って言うと、会話が、って止まって、それでは、みたいにならないんですよね。普段こんな感じで、バーッとマシンガントークなんで、結構ね、カットしたい時にね、ぐー波形がそのまま繋がってる、どうやったっけって、ぐわーって最大まで広げてね、タイムラインの、ね、の調整でやってるんで、私の場合、ボールのスタイルなんでね、タイムラインをぐわーっと広げて、波形のとこにキュッキュッキュッて、ここで、笑い切り方の口っていうのをね、やらないといけないんでね、ちゃんと、ね、編集点を作りましょうね、クリエイターの皆さん、いいですか？編集点はちゃんと作りましょう。めちゃくちゃあるとないのってことで、落差が違います。ということでございます。そんなことはいいんだよ。大巻きなんだ。やってきますよ。ミニストップさんなんですけど、これなんでこんなそっちだかってるかっていうとね、ミニストップさんの表紙がこんな感じなんですね。これ、なんかね、難しいでね。あのね、どこを売りたいんだろうね。あのね、バラエティ感を出してきてるっていうパターンなんですよね。真逆はどこだ？一番真逆どこだ？ここがな、セブンイレブンなんか、はい、フランシープ、ドーンって感じで、はい、キューベさんのいいやつ、買ってね。かき屋さんの肉、買ってね。じゃないですか。で、ファンマだと、ボンと教師一本でね、はい、うちのツートップこいつです、肉、魚、ツートップで、対して、逆の意味で、ローソンさんは、いやいやいや、肉、魚、何言ってんの、恵方巻きといえば、恵方の説明といえば、クラシックな恵方巻きでしょ、ドーンっていうね。どれがフラグシップとして売りたいのかが分かりやすいんですけど、実はね、イオンさんと比較的これやりやすいんですけど、はい、バラエティがいろいろありますって感じでね、結構ね、そこのところから見ると、一応でも一番上に恵方巻きを持ってきてるから、多分これを潜在的に恵方巻きのフラグシップにしてるのかなと思いきや、上海鮮巻きを進めてて、ここにちらっと書いてあったりもするっていうので、バラエティ感出しに行ってるのかなっていうのは、アイテム感を出しに行ってるのかなっていうのはちょっとここで感じたりしますよね。で、めくってみるとですね、かなりミニストップさん独特で、ドンドンと、3本セットに3本セット、ドンドンと3本セットの、広告がドンと来ます。横見てみると、ドンと3本セットになる。セット売りしたいのね。何でもいいよ、何でもいいから3本買ってねっていうのがすっごくわかりやすいっていうところですね。でも3本セットで1272円、3本セットで1360円。こっちはいわゆるバラエティのところ、表に出とったりする人は、どれを売りたいんじゃないんです。3本セットが売りたい。なるほどなと、めくってからなるほどそういう人かとわかりました。ここだけだとどれが売りたいんだってわからない。これだけだとね、どこ？この子は。どれをコンセプトにしたいんだろうなと思ったら違いましたね。めくってみたら正解が書いてありました。さあ、つまり、どれを買うじゃない。3本を買ってねっていうことね。そういうようなコンセプトから、意外と見える。こういうところに、意外とこれ、コンビニ、同じようなコンビニ用車でも、
こんだけ違いが出るんだなって面白いですよね。なるほどな、こういうことがね、あるからね、このね、徹底調査シリーズはね、やめられないんですよね。時間かかるんだけどね、これ、スーパー全社やんないよ、どうすんだよって話なんですけど、あとあれ、大手の回転寿司チェーンをやらないといけないんで、変わる。うん、かっぱ寿司やらなくていいかなと思ってたんだけど、そうだ、鈴鹿にまだ残ってんだね。かっぱ寿司じゃあやらないといけないね。あー、というか、星川にあるから、どうせやらないといけないのかってこと。あちゃーっていうことなんですよね。多分ね、4時間分まで回れないと思うんで、多分インターネットの広告とか、そのあたりを参考にさせてもらう形になると思いますけどね。で、違うの。今回はね、この3本セットいろいろありますよってことで、バラエティでパッと見ていくと、パッとね、来てるのが、価格を抑えめの1272円の3種セットってことで、サラダ恵方巻き、海鮮恵方巻き、幸福恵方巻きってことで、幸福恵方巻きっていうのが、ハッピーですね。ハッピーな、やつですよってことで、定番な感じですね。かなり、あれですね、かんぴょう巻きとか、その辺をしっかりと入れてあるのは結構見どころかなと思いますよ。で、幸福恵方巻きだけの3点セットだと、ちょっとお値段高めの1360円。サラダ恵方巻きが安めの設定なのか、3238の408ですかね。が入ったりとかすることで安く設定してますよっていう中で、こっちの方に来ると、ちょっといいですよっていうのが、海鮮で3本揃えてるのがありませんって言って、これだと1455円ってことなんで、まあ、バラエティで行くか、ザ・クラシックでやってでもいいですよ、ですし、もう海鮮で豪華に行きませんかっていうのも見えるし、っていう中で、こっそりとここに上海鮮巻きを置いてあるっていう、のも、一つ、なんていうの、大鳥を務めさせる感じで置いとくっていう感じですね。だから、ハイエンドとそんなにバカバカくるよって、だから真逆ですね。セブンイレブンの真逆ですよ、その中には。もうファミリー層、イオンらしくファミリー層、ね、一般的なね、ところに行くなら、やっぱこの辺りとかのファミリー層を狙いに行きましょう。ハッピーになろうねって感じのね、色合いとかでも背景の色合いとかも明るめにして、どっちかというと小さいお子さんとかいる家庭のところにも訴求するような感じが見えて取れますよね。ダンダンさんと置いてもらった感じで。でも、サラダ本家のこんなちっちゃく書いてあって、440とか。結構わかりやすいのはわかりやすいですね。どれが売りたいとかは。ということで、恵方巻きも438円。品目のところが向いてた方がいいのかなというところなんですけど、どうかな。あとは、バラエティで広角恵方巻きと、韓国風牛肉巻きっていうのもあって、このあたりで、バラエティ感も出そうとしてるのかなっていう感じがしますけど、うん。まあ、あとは値段は結構でも納めですよね。この牛肉巻きで537円ですからね。実はやっぱ、ちゃんと納めは納めにはってあるのかなって感じです。カキの恵方巻き、そうや、他のところではなかったですもんね。これも、いわゆる、一つ、定番の一つではあるんですけどね。うん。総菜部持ってるところでは大体これ、カツレフォーマットありますけど。そういえば、コンビニではここだけかな、っていうのは。あ、セントラルでその、フライとか、まあ、他のところも工場を持ってるはずなんですけどね。そのあたりとかのノウハウ、寿司にそういうのを持ってくるっていうノウハウが、多分、イオングループで、そのあたりはやっぱ強みなのかな、っていうところがあったりするのかな、っていうのが見て取れます。で、厚く焼き卵。これも書いてありますね。全部書いてあるので、ここで見ましょう。ちなみに言うとね、全部ね、ショートサイズなのかな。幸福恵方巻きだけは、実はこいつはあれなんですね。14センチなんですね。こっそりとね。あ、それでちょっとお値段するのが、なるほどなっていうところなんですけど。じゃあ、こっちの方にある、やつは、セットはオンリー、セットだけはショートサイズになってるみたいです。ということです。これは、単純に多分パッケージングの兼ね合いだと思います。こうやってね、同じサイズに入れないと、これだけピュっていうね、トツカさんの容器作るのもなかなか大変ですからね。ということだと思います。香り箱しようとかって、あそこで見たんだ、香り箱ね、というようなところ、ローソンとかにも使ってましたよね、っていうのがあります。海鮮巻きはこんな感じ。ラテ焼き卵、エビダイスが入って、一旦、飛びっこね、飛びっこが入って、サーモンだし、マグロ加工品、加工品ってことで、ネギトロのことって、マグロ叩きのことを加工品ってしてるんですね。キュウリが入ってます、っていう感じですね。シンプル、海鮮料理を楽しめるのと、もうシンプルネットっていう感じのところで、うん。アイテム数、だから、商品だけ見てアイテム数いろいろあるようなのかなと思ったら、そうじゃなくてセット盛りっていうことですね。だから、そこまでアイテム数がバカバカ多いわけじゃないというのに特徴ですよね。ヒレカと恵方巻きね、上海鮮巻きがちなみにダブシップなのかと思ったら、そこまでフラッシュで、セットが、朦朧組んで戦っていく感じですね。って感じですね。で、錦糸卵、エビダイス、手山高いやつは、錦糸卵、エビダイス、天然生エビ、カニホグシア、サーモンスライス、マグロ加工品が入って、キュウリ、カツオ、
ということで、ここもマグロの加工品でね、ネギトロでいってるんでね、まあ、確かにあのミニストップっていうと、ネギトロのおにぎりがあったり、ネギトロ巻きがあったりするっていうイメージが強いんで、そのあたりでネギトロをしてるのかな、そうなのかな、まあ、関係ないかもしれませんけどね。ということで、値段はここは8キッパということで、つまり税込みで960円、1000円はいかないように設定してるっていうのも、お得感を出すっていう意味で言うと、1000円以上のやつが、3本セットはね、ボツとして、単品ではないようにして設定してるっていうのもちょっと面白いところですね。ちなみにもうちょっと面白いのは、この予約のところとか見てみると、ちなみに、あとあれがないですね、スイーツのやつはこっちにはなくて、スイーツはもうここだけっていう、イオンのやつの、プレミアムロールスイーツ、ロールとロール、ロール、ロールという感じでね、言ってるっていうのもかなり、シンプルですね。で、見てみると、予約締め切り日が、早期予約とかが、キャンペーンとかやってみたいですね。で、その値段で、いろんなキャンペーンでいろいろついてきますよっていうのが、この上に書いてありますね。50ポイントついてとか、わーって書いてありますね。この辺が、19日までなんですけど、24日から25日くらいまで予約の締め切りが、できますよということでございまして。でもちょっと早めか、24、25だか早いね。で、スイーツは24日っていう設定で、上海線までは、どっちにしろ19日までしか受けてる支配所というところとかが、かなり早め。でございますので、ね、ちょっと早めに出さないといけないんですけど、これ4番目って言ってもなんか失敗だなってね、実は途中で気づいて思ったんですけど、ね、そんなことはまあ置いといても、まあ大丈夫でもなんか間に合うと思いますのでね、こんな感じになっておりますということでございます。で、1日から3日まで受け付けなんです。このね、受け付けの用紙がね、お客様控えとこの、手書きでね、両方書くっていうパターンになってるっても、ミニストップはこういうパターンなんだな。なるほどな、レシート貼ってどうのこのじゃないよっていうところも、ここのところを情報書いといてくださいね、情報書いといてくださいねっていう、結構クラシックスタイルところで作ってあるっていうのも、なるほどな、面白いところ、機会があったなというところでございますね。やっぱこんなに喋ることなかった。11分でしょ。逆によく10分も喋ってるのかもしれませんけど。ということで、ミニストップさんをバーンと見ていきますと、ミニストップさんをバーンと見てみると、アイドルの健康で、まあ、その3本セットのセットが多いんで、その分ちょっとガーッと含めてる感じがいいですね。で、卵とかもわーっとありますけど、まあ、そこまで目立って、上海線のやつでも、そんなに、なんかハイエンド感を出してきてるのは、まあ、単純にサーモン、はい、取ってカニのほぐしとかは、カニほぐしも、これは、カニかまじゃなくて、一応、ちゃんとカニの身なのかな。そうですね、ベネズワイってなってますね。天然名前を見るとベネズワイってなってるし、カズノコも飛びっこじゃなくて、ちゃんとカズノコのカットを使ってますよということなんで、そのあたりとかはだいぶ、から入れてるのかなってことですね。海鮮本の方は飛び子で言ってますけどね。飛び子はですね、飛び魚の、子供ですね。数の子はニシンの子ですけどね。そういうような違いとかで、飛び子の方が、安く、手に入るですね。なんか安くなりますからね。プチプチ感がしっかりとあるんでね。実は飛び子でも十分いっちゃいいですけどね。っていうのがしますってことで、ミニストップさんはこんな感じですから、最高価格からここだけ唯一、1000円切ってきますね。で、方巻きの価格が473円。実はこれ一番最安値なんですけど、実は優秀なんですよ。ここ、ミニストップさんって、よー見てみると、直径が5センチで、長さが14センチなんで、実は一番最安でけんすよ。実はね、こっそりよーく見てみると、頑張ってます。ちなみに、すいません、ハーフありましたね。こう、ハーフの1本もあって、それで343円なんで、こっちだと9センチ。9センチで343円なんで、かなり安い単品の設定も実はあるっていうことなんで、いやー、見てみると、まあ、お得にしたらあるじゃん。ちなみにハーフの最高高は、そうか、これハーフの単品で売ってるのはこいつだけなのか。というかね、違う、9センチなら、他も全部9センチだから、ちょっとすみません。そこのところがちゃんと把握しきれてるので、バーッと売ってるときに、ね、いいのがあったんですけど、こういう感じになっておりますということでございますね。なるほどな、438円、13センチ、14センチに設定してあるっていうのは、5センチ、14センチってことで、厚さ、ね、直径の径はちゃんとローソンさんと同じ、一番大きいサイズのところで設定してあって、長さも業界で一番長くしてある、1センチ長くしてある。昔も言いませんけど、セブンイレブンさんの496円って7センチあったっけ。セブンイレブンさんのこっちのベーシックな方巻きは、13センチか。これはそうか、13センチあるのか。っていうところで見てみると、なるほどな、なるほどな、ということで、ミニストップさん今回、実は価格頑張ってるよ。
パッと見安いなぁ。うん、でもセット売りたいんだろうなっていうところで、ちゃんと言うと単品しっかりと見てみると、ちゃんと単品安くしてんじゃん。あ、なんだ、セット売りとかでやってるからね、一瞬単品ね、なんかちょっとお高く見えてしまうので、セットでお得に買いましょうみたいな感じが見えますけど、よーく見てみると、あ、ちゃんと単品、ちゃんと大きさもあるし、なんだね、ちゃんと安いやんっていうところが、実はミニストップに頑張ってたというところがあったりしますね。で、アイテム数は実は10品目っていうになってますけど、まあ、ハーフ、セット販売したんだ。これ間違えた。あ、じゃあ、セット2か。セット3だね。回線もあったから3だね。うん、間違えた。よし、3、8で。ハーフ、ミニは8品目っていうことなんで、実はめちゃくちゃハーフを大きめにしてるし、ってことなんで、これはもうファミリー層、ちっちゃいお子さんともいて、あ、そんなにね、あの、食べな奥様がいて、旦那様は我慢せえ。2対1でしょ。ね。ということでございます。まあまあ言うな、旦那は。っていう感じだね。そうです。ということでございます。ですからね、奥様に行ければ、まあ、奥様が基本決定権を持ってますからね。で、この巻きの決定権はどっちが持ってるものなんでしょうね。私、ひぼっちなんでね、あまり詳しくわからないんですけど。一般的にどうなんでしょうね。ほうまきを買う権限を持っているのは奥様なのか旦那様なのか、多分ね、奥様だと思うんですよ。奥様1位、2位、子供、うん。ね、うん。で、3位、旦那さんか、もしくは1位、子供、2位、子供に権優先しますよ、どれがいいっていうのを優先する、子供優先のところで、子供1位の奥様2位か。多分ね、旦那1位のところ、ほんとにいいと思うんだよね。ってことは、この政策、結構いいかもしれないと、いうところで、ファミリー層になっている千番セットを打ってるっていうところとかも、こういったアイテム数のところとかに、見て取れるっていうのは、面白いなというところくらい。意外とシングル、ちょっと高年代のところ、ちゃんと狙ってるなって言われてるセブンイレブンと、そのあたりね、ミドル層の映像、ファミリーマート、若者がっつり食えるよっていうのを用意してるローソンと、ファミリー層向けですよってやってるミニストップ、意外とこうやってちゃんと分かれるんだなっていうのが分かるっていうのが、実はこの、ところの4社の比べて面白かったところだったりします。ということ、意外とこうやって見てみると、あ、なるほど、これだけ見ても意外とそういうような違いがあるんだなというのが分かってきて、こういうところからまたね、こういったコンビニ研究とかですかね、スーパーマーケットをいろんなアイデア、この後またスーパーマーケットもいろいろと持ち寄ってですね、そのあたりとかも楽しみにしていただければ、あとはね、原点の寿司のところとかもね、頑張って今からデータリングしますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はぁ、これだけ撮ってよかもなぁ。